ドラマスクールラジオ、私たちはもう〇〇は生きる力。この番組は9歳から18歳のための演劇教室、子供のためのドラマスクール沖縄のメンバーたちが自分に生きる力をくれる〇〇について熱く語る番組です。毎週日曜日午後5時半からの30分、どうぞ最後までお付き合いください。本日の担当は12歳さくらと、12歳小花と、12歳りのです。そして子供のためのドラマスクール沖縄講師兼ラジオ監督の渡辺奈穂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ緊張した。なんで？わかんない、めっちゃ緊張した。なんかさ、さくらの私たちは思うの時がさ、ドラマスクールラジオ私たちは思うくらいの速さで、速っと思って、めっちゃびっくり。君がもしかしたら遅すぎるだけなのかもしれないよ。それはそうだわ。トランプとハリスどうなるんだろうね。え、でもあれじゃん、この放送がされる頃にはきっと結果が分かっているだろう。あ、 その頃世界はどうなっているんだろうね。うわ、個人的にハリス、え、てかあれじゃないの、なんか最初らへんハリス優勢じゃなかった？最初はね、学校で見てみたけどトランプの方が勝ってたよ。そうそう、トランプって顔かわいいよね。てて、かわいいのか、ないだろう、かわいいよね。あんまかわいいと思う。おじさんって顔かわいいよね。え、そうなんだ。可愛いおじさんしか見てないんだよ。可愛くないおじさんも世の中いっぱいいるからね。可愛いおじさん。変なおじさんいっぱいいるよ。ラッパが鳴りました。このコーナーはドラマスクールのメンバーたちが自分に生きる力をくれる〇〇について熱く語る番組です。今日のプレゼンターはさきさんですが、今日は来れませんでしたので録音で撮りました。あと録音を流しますと、あ、小花さん先に、あの、やばい、小花さん先に今日のテーマを言ってください。ちょっと待って、みんな大丈夫？なんかほやほやしてるよね今日ね。桜がやばかった。お目目覚まして、はい、じゃあもう一回桜さん振ってあげてくださいな。あ、振るところから、うん、と、小花さん今日のテーマをよろしくお願いします。ヴィランズは生きる力。ああ。ということで、ヴィランズってことは私初めて聞いたよ。ヴィランズは敵役、うん、敵キャラでございます。じゃあ早速流してみましょうか。うん、夢の世界へ。いってらっしゃい。はい、ということでさきさん、今回はヴィランズについて語るということなんですが、まずヴィランズの魅力をお願いします。ヴィランズの魅力はですね、まずかっこいいこと、美しいこと、はい、そして悪知恵がちょっと働いてるところがいいところです。なるほど。あのヴィランズっていうのはあれですか、アニメですか、それともディズニーですか？ディズニーですね。まあアニメにもいるんですけど、一応ディズニーのヴィランズが私は大好きでして、あのあれですよね、あの白雪姫に毒リンゴ食べさせた女王とかですよね。ああ、そうですね、はい。ああいう系の裏話、私もよく TikTok で見ます。 TikTok。 まあ、うん、そうなんですよ。ちなみにさっきさんがじゃあヴィランズを好きになったきっかけみたいなのってありますか？きっかけ、まああんまりこれというきっかけはないんですけど、はい、まあ裏話とかをYouTube で見たり、なんかエピソードとかを調べたりして、あ、悲しいみたいになって、悲しいか美しいみたいになって、はい、なるほど。だってどんどんハマりました。なるほど。ヴィランズとこの白雪姫とかや、そういうなんかお姫様とかって一応敵関係なわけじゃないですか。はい。敵っていうか、まあこの殺す殺されるみたいな関係じゃないですか。まあそうですね。はい。え、
その場合ってどっち応援するとかありますか？っていうかどっちの味方するみたいな。味方は基本的にどっちにもしないですかね、あんまり。真ん中の仲介的な立場みたいな。なんかどう、まあプリンセスにもプリンセスの魅力があるし、ヴィランズにもヴィランズの魅力があるので、まあどっちの味方もしたいしけど、その人が純粋悪だったら場合はもしかしたらプリンセス側に行くかもしれない。なるほど、なるほど。このヴィランズの中でも、なんかこのヴィランズ好きみたいな、このヴィランズのこういうのが好きみたいな、こういう、この人のこういう裏話が好きみたいなってありますか？なんか好きって言ったらなんかすごいあれなんですけど、私がただ調べた範囲がその出てくるのがその人たちが多かっただけで、他の人たちもすごい好きなんですけど、はい、個人的にはクルエラとマレフィセントとアーサラが好きです。ちょっと待って、それぞれ何のやつに出てきたヴィランズか説明をお願いしてもいいですか？まずクルエラは101匹ワンちゃんというクルエラのなんか犬の皮を剥いでコートにしてやろうという、なんか結構やばい人で、めっちゃ残酷やん。マレフィセントは、まあ、美女と野獣じゃない、間違った。眠れる森の美女に出てくる。眠らす魔法かけるやつか。なんか、オーロラ姫の生誕パーティーみたいなのに招待してなかったから、呪いかけちゃうみたいな感じ。いましたね。で、アースラは、まあ、リトルマーメイドに出てくる、もう純粋さを使って声奪ったやつ、制服を、世界制服っていうか海底制服をしようとした人ですね。おー、なるほど。その人たちにはどういう裏話があるんですか？まずクルエラは、まあ、映画にもなってるんですけど、これが原作とかかってるかは、まあ、共通点とかありますけど、分かって、私は。詳しいところは分かんないんですけど、はい。クレーラが、幼少期の頃に、お母さんが、自分のせいっていうか、退学になって、学校を。お母さんが？いや、自分が。なるほど。退学になって、でとりあえずお母さんと一緒にお城ホールみたいなところに行くんですよ。お城みたいな、まあ、でそこでお母さんに車の中で待っといてって言われるんですけど、はい、で他の人のファッションが気になりすぎて車から出ちゃうんですよ。で車から出てその後になんやかんやあって、まあ、詳しいところは映画で見た方がいいんですけど、まあ、なんやかんやってお母さんが話してたんですよ、人と。で、その話してたところが、なんか崖っぷちみたいなところで、はい。犬に突き落とされるんですよ。お母さんが。で、まあ未来編に移りまして、まあネタバレになってしまうんですけど、その実は、その話してた人が実のお母さんで、クレーラのお母さんを殺したっていう感じで、長くなりすぎてしまったが、まあマレフィセントは、まあ悲しくて。マレフィセントは？マレフィセント、恋に落ちるんですよ、人間の人と。その人間の人の国とマレフィセントの国は対立関係にあって、マレフィセントめっちゃ強いんですよ。マレフィセントめっちゃ強くて、で、マレフィセントやばいやつだから、ここの相手の国の王様があいつの
命を奪ったら国王にしてやるみたいなこと言ってマレフィセントを呼び出して、まあ、殺しはできないから跳ね切るんですよ。そして持ち帰って王様になって、でオーロラ姫が生まれて、オーロラ姫に呪いをマレフィセントがかけた後に、なんか、あ、許して、なんか謝ればちょっと許していいよみたいなことを最後のチャンスを与えるんですが、うん、周りの人の圧力で謝らない。で、そのまま呪いをかけちゃって、オーロラ姫は、まあ、なんやかんやってオーロラ姫とすっごい仲良くなるんですね。うん、でその後に王様がマレフィセント殺そう、違う、その後にオーロラ姫にバレて一度仲悪くなるんですけど、また真実の間オーロラ姫が起き上がりましたっていう話です。おお、なるほど。ナイス。やばいですね。やばいです。なんか話がもうすべて暗いですね。暗いです。ディズニーとは思えないほど暗いです。はい、いや、あの、意外だ、ヴィランズにそういう過去があったのは知らなかった。まあ、他にもいるんですけど、私まだ調べてたり読んでなかったりして、うん、まあ、私はそういうヴィランズの暗い過去とかも含めて全部が大好きです。はい、さっきの人たちが伝わりました。はい、ありがとうございました。本日は、はい、まるまるは生きる力でした。ん、子供のためのドラマスクール沖縄、9歳から18歳のための演劇教室、毎週日曜日10時から12時まで、那覇くもじのゆかりスコーリにて、新メンバー募集中、仲間と一緒に切磋琢磨、演技を特技に、コミュニケーション力アップにも、初心者でも大歓迎、体験レッスン受付中、待ってるぜ。演劇は生きる力。ここからは私たちのドラマスクールについて紹介するコーナーです。今日はウイロウリです。イエーイ。先週もですね、先々週も私たちはねこれを挑戦してみて敗北したんですよ。さすがにもう3回目はちゃんと、なんだろう、成功しないとということで、またこの企画を持ってまいりました。まずこの、まあ、コーナーのコーナーというか、もこのウイロウリの説明で、今回はナオ先生が指を指したら、ちゃうちゃう、まあ、え、はいはい、わかりましたよ。待って、はいはい、ごめん、ちょっと待って、はいはい、い、私が刺すんですね。え、じゃなかったの、刺すんですか。はい、そう、はい、ごめん、それでは行きましょう。知らなかった。では早速行きましょう。いきなりですが、リノさん、はい、お茶たちょうどうぞ。お茶たちょう、すいません、すいません、もう一回。お茶たちょう、茶たちょう、チャットたちゃ、チャットたちょう、茶たちょう、青竹茶せんでお茶たちょう、たちゃ。あの、これ間違えたら脱落ってことでいいですか。さよならっていうのをお互いにやったらどうですかっていう話だったんじゃなかったっけ。そうだよ、リノ、忘れてた、ごめん。はい、じゃああとお任せ、どうぞ。じゃあ次コーナーやるんぐ、誰かあのむずそうなとこ選んで、なんか早口言葉のところ。じゃあブグバグ、どこ、ブグバグ、ブグバグ、あー、ブグバグ、はい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 、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっとだけ待ってね。あ、もうないし、いや、諦めよう。ブグバグ、ブグバグ、ミブグバブ、合わせてブグバブ、ブグバグ。ちょ、一回は、あの、最初は簡単なのにしよう、簡単なの。いきなりやったらむずいかな。うん、そうそうそう、一回ね、一回ね、ちょっとね。オッケーオッケー。じゃあ、次どうする。ブグバグ、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 合わせてブグバグ、ブグバグ、ブグバグ、ブグバグ。もうダメだわ、いいよ。じゃあ、そうだな、一つヘギヘギにのところ。どこ、一つヘギヘギにヘギ星はじかみのところ、ここ、一つヘギヘギにヘギ星
はじかみ、ボンゴメ、うん、ボンゴメボンゴボボンバメボンゴメボンゴボで次さくらがうちに早口言葉のところ、うん、そうそうそう、じゃあいや選んでたら時間がないからもうパッと言った、はい、じゃあ主数非主数のところ主数非主数主数主賃親も貨幣子も貨幣親貨幣子貨幣子貨幣親貨幣、いやちょっと狭かったからちょっと多めにした。じゃあコアナに振り切りの国のあの振り切り口、振り切りの国の振り切り口、甘がっぱか番がっぱか、次、はい、さくら、さくら、貴様のキャハンモから、どこ、貴様のキャハンモ顔ギャハン我らがキャハンモ顔ギャハンのとこ言ってるじゃん、え、あじゃあもうちょっとやばい、シッカーバカマのしっぽ転びを見張り張りながらにちょっとぬーてぬーてちょっとぶんだせ変わらなでしこの関軸言えたすき、はい、じゃあちょっと時間が押してしまった、皆さんでは来週も頑張りましょう、はい、子どものためのドラマスクール沖縄、9歳から18歳のための演劇教室、毎週日曜日10時から12時まで那覇くもじのゆかりスクールにて、新メンバー募集中、仲間と一緒に切磋琢磨、演技を特技にコミュニケーション力アップにも、初心者でも大歓迎、体験レッスン受付中、待ってるぜ、演劇はできるから。なんでもランキング、このコーナーではドラマスクールのメンバーが自分が気になることをランキングにして皆さんにお伝えするコーナーです。本日のランキングを作ってきた方はさくらさんです。何のランキングですか？やってみたいスポーツランキングです。イエーイ、おーイエーイ。ちょ、クラスの人にアンケートというか聞いてみたんですけど、はい、一応女子と男子別で全体的に一応まとめたんだけど、どっちを知りたいでしょうか？全部のやつが知りたい。全部動き、いや、ちなみにこれは何位ぐらいまであるの？3位もと、うん、全体でまとめたら3位なんだけど、女子男子で分かれたらもう2位ぐらいしかまでないかな。あー、おう、1個多くて1111みたいな。あとは、じゃあ先に第3位をお願いします。じゃあデカ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 、女子の、女子のからでいきます。まずバレエとスキー、サーフィングとフェンシングと剣道が3位。なんかあれじゃない、結構なんかベタじゃない、間違えた、ベタじゃなくてメジャーすぎるわけじゃない、それな、うん、あれだよ、オリンピック見たからだよ、私には分かる、絶対オリンピックやってみたいだから。うん、うん、え、なんか柔道入ってた、柔道、うん、さくら、さくら柔術、柔術、うん、柔術って何、闇を払って、柔術回戦、え、柔術って何、ちょなんかなんていうの、腹話術みたいな、うん、なんかスポーツじゃないなんか空手とか柔道に似てるけど、うん、なんか違う種類。柔術って聞いたらさ、あの某アニメのことしか分からないんだけど、僕最強だから、それ思い出しちゃう。じゃあ次は2位、男子は、男子、え、待って、あれじゃん、女子の1位ってなくない？女子の1位、あ、待って、2位、2つまでしかなくない、女子、あ、そうだ、じゃあ女子の2位発表し、1位発表します。と、弓道とバドミントン。おー、そうそう、あの幼稚園の頃プリキュアで弓道のキャラクターいて、もうそのキャラクター好きすぎて弓道ずっとやりたいって言ってたけど、最近行った公園のところになんか弓道道場みたいなのがあって、パシュ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 ってやつ、かっけー、いや、かっこよくない、なんか結構日本のなんか弓とかが好きで、だからうちにやってみたい、それは確かし、高し、それはそうだわ、だがしかし、じゃあ次男子の方お願いします。男子がめっちゃバラバラだわけさ、もう1位とかないマジで、マジでもう全部みんなバラバラ。え、じゃあもう全部聞きたい、お願いします。じゃあまずアイススケート、おー、まあ、さっき言ったバレエで、テニス、バドミントン、スノーボードとスキー、めっちゃある、それな、うん、ちなみに私はバレエが一番やりたい。同じく、うん、あれ、このバレエでしょ。さくらは柔術、うん、なんかやってたじゃん、さくら、あ、うん、さくらは柔術やったことある、すげえ、かっけえ。さくらが言いたかったのは剣道と弓道、
変なやつ来たらバーンって投げ倒すんだよ。かっけ、かっけんだよ。でもあれじゃね、剣道と弓道ってさ、弓とさ、弓道弓とやつ使うし、あれじゃね、剣道ナイフだっけ、違う、使うのしないでしょ、剣道。剣道しないだ、うん、ナイフ使わないわ。ナイフ使うのは怖すぎる。やばいやばい。違う、あのうちさ、アニメの見過ぎでさ、いろんなスポーツにハマるんだよ。だからスラムダンクでバスケみたいな、なんかもいっぱいあるんだよ。そう、じゃあ合計の1位は、タララ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 ラタン、合計の1位はバドミントン。やっぱりバドミントン。バドミントン、やっぱり。うちさ、あの一応クラブはバドミントン入ってるわけよね。おー、ちょっと才能あるかもしれない。あ、ごめん自分とかじゃなくて。いや、めっちゃ静かな。というか、あの才能とかじゃなくて普通に楽しかった。わかる、結構好きかもしれない、うん。あのさ、あとテニスやりたいんだけどさ、あれなんだよね、日焼けするのがあれで、なんかめっちゃ強くなったら右のなんか使ってる腕だけ死ぬほど太くなるらしいよ。あ、こっちだけムキムキになるらしい。ごっつ、なんかそれはちょっとなと思ったけど。じゃあ2位は、2位、全体の2位。全体の2位は3つあるんだけど、うん、スキーとバレーと弓道。なんでバレーが1位じゃねえんだよ。本当に、このクラブバレー入ってた。日本代表見てないだろこいつら。クラブバレー入ってた。バレー楽しい、めっちゃ楽しい。うちらの学校バレー部入ろうかなと思った、バレーのクラブ入ろうかなと思ってたけど、人が全然なかったからやめた。なんか高校とかの部活見てたけど、なんか剣道とかさ、誰もあるけど部員がゼロとかがあったんだよね。うわ、ゼロ、部員ゼロ、廃部やん。剣道とか楽しそうだけどね。うん、だけど臭いらしいよ。汗かくから。死ぬほどもう、あのあれがきついって。あれでしょ、なんかあの入って、あ、履く、なんか黒のあの甲冑着みたいな。そう、それが絶対汗臭くなる。死ぬほど臭いって、あのオリンピック選手が言ってたんだけど、もう相手の中選手が臭すぎて、もうそれでやられるらしいよ。最初は匂いからの攻撃らしい。失礼じゃん、普通に。まあやば。じゃあ3位は。3位はもう全部111とかで分かれてるんだけど、うん、テニス、うん、スノーボード、アイススケート、うん、剣道、サーフィングとフェンシング。めっちゃあるわ。それめっちゃある。いや、ごめん、なんかうちがさ、最初にさ1位でうえーみたいな感じでやったせいでさ、なんか1位、2位、3位みたいな感じで発表することになっちゃって、ごめんマジで。大丈夫大丈夫。3位から発表したかったのに、ごめん。大丈夫。サーフィンとかあるじゃん、かっこよくね。なんかナビグワーってあってるところ。そうだよ。だから水泳いないのが結構びっくりだった。あー、確かに。あれじゃん、じゃね、習い事ランキングとかでも水泳まあまあ上位にいて、うん、あの安いからね。ね、安いんだ。リノも水泳やってたっしょ。水泳選手コースまで行ったけどやめた。やめた。あの多分ね、水泳だったらフリーっていうアニメが水泳でございます。あ、わかる。俺はフリーしか泳がないみたいなやつでしょ。そうです。そのアニメが、まあ、おすすめ。まあ一応面白いんで皆さんも見てください。あー、なんかアニメの設定みたいだったんだよ。見てください、面白いので。不況すな、不況すな。では以上、なんでもランキングのコーナーでした。ドラマスクールラジオ、そろそろ終わりの時間になりました。めっちゃ緊張した。それな、そうした、最初も言ってたくね。それな、なんか今日さくらちゃんめっちゃ緊張してない？最初から最後まで緊張した。あれか、なんだっけ、ランキング発表するからとかじゃん。でもあれじゃない、緊張を持つことはいいことじゃない？そうなんか子供の癖に慣れて、はいみたいな感じで慣れた。あれだったらなんか腹立つからいいのかもしれない。緊張感が。それはね、言えてるわ。言えてるわ。言えてるわ。言えてる。キュドラマスクールラジオ、私たちは思う〇〇は生きる力。番組へのご感想、リクエストなどがございましたら、ぜひラジオアットマーク子ども -drama.okinawa までお寄せください。もう一度言います。ラジオアットマーク子ども -drama.okinawa までお寄せください。ラジオとドラマは英語で、子どもはローマ字です。次回は料理挑戦4です。あるかわかんないですけど、
え、もう二度とやらせない。気合が入ってなさすぎて二度とやらせない。その代わり教室で至極。やばい。覚悟しておき。怖いよ怖いよ。本日の担当は小花とさくらとりのと、そして子どものためのドラマスクール沖縄講師兼ラジオ監督渡辺奈穂でございました。生徒募集中でございます。こんな教室でよかったらぜひ一度体験にいらしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さよなら。遊びに来てね。